アを開けたら妻が倒れてる。背中に突き刺さる包丁。床は血まみれ。知らない人が見たら気絶するかもしれない。僕が落ち着いて今日のは掃除が大変そうだと笑うと、妻はうつ伏せのまま満足そうにクククと笑ってた。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。明日はどんな死に方しているのか予想すらできない。ある日は頭に矢が刺さってたり、軍服で銃抱えたり、マンボウの着ぐるみが死んでた時はどきめようかと思った。あと片付けも結構大変で、床の血のりを洗ったり、矢が刺さったまま晩ご飯作るのは勘弁してほしい。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。ちょっと褒めると調子に乗るから、できるだけスルーで。結婚前は忙しくても彼女に会うだけで楽しかった。徹夜で車でもなく飛ばして海に行ったりしたのに、結婚直後初めて部下を持ち、仕事がとても楽しくなった。家で一人で待つ妻の気持ちを考えていなかった。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしてるのは、あの頃の二人に戻りたいからか僕にはわからない。家に帰った僕を待ってる妻の演技見ることが、僕ら二人の愛の形ならばそれはそれでありだろう。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。今日はどんな死に方しているのか期待して開けるドア。